はい、こんばんは、ロンです。今日も信長寝坊大使 PK 黒田長政編続きをやっていきましょう。前回四国から長宗我部軍を追い出して、石田家の領地もいくつか石田家のね、伊沢城を奪ってここまで領地を増やしたところで、伊沢城は間違いなく激戦地なので、かしこまりました。順天城砦、承知いたしました。順天城茶屋は砦、かしこまった。東の方の守りはこれでいいかな。ここも順天城にしとくか。皆さんこんばんは、今日もよろしくお願いします。これ届いてんのかな。届いてるよな。はは、よし、これで OK かな。人はさっき移動させたような気がするんだけど、さぬきはね、戦場にしたくないですね。まあ、さぬきから、取り計らいます。長宗我部の残党ね。人の移動中が終わって。ご命令くだされ。さあ、人をざっと、まずここは島付け。ここは島付け、土佐を島付け。伊予とさぬきは鍋島系にしまししてない、鍋島系に仕切ってない。天切城と鷲の森移動元、ここと困った。佐竹義久がそろそろね、白地城か。あ、BGM ね。すいません、ありがとうございます。そうそう、デトロイトのままだった。デトロイト BGM のままでした。オッケーオッケー。で、こんな感じかな。あとは歩兵かな。ある程度ね、状況の型がついたら。かしこまった。そのうちそろそろ停戦が切れるはずなんで、そしたらまずは長宗我部からですかね。4000、まあちょうど兵士の入れ替えタイミングでは、兵士の歩兵タイミングではあるんで、で結構ねお金があるんで、わりかし足軽中心でいきましょう。もう大体4000から5000ぐらい、大体4000から5000ぐらいの足軽中心でいきましょうかね。イカルガ平治は全然ありかな。よし、徴兵号令、いやちょっとね、対面ポイントがたま、でも20でいいのか。じゃあやろうと。この志必ずや果たしてみせようぞ。毛利と石田が停戦ですね。これより表情を行う。でこれからは多分対面よく使うことになると思うんで、対面メインにこれにて表情を貯めていきましょう。捨てがまり、まあ統制不足ですかね。次狙うとしたら、もしくは波状土か。月曜寿命度は早速ね、多分ねまだ取れないと思うんだよね、この前見た感じ。よし、こんな感じかな。あとはここで、宣戦布告はまだできない。宣戦布告の省略もまだできないですね。じゃあ待ちましょう。
石田は一回講和状態になりましたね。石田包囲網がどうやら収まったみたい。でまだ宣戦布告できない。長宗我部とのね戦争がそろそろ近いんですけど、例えば前回最後のギリギリぐらいに講和したような気がするんで、もうちょっと待ちかな。取引を行いましょう。今のうちに軍馬と鉄砲を大量に。仰せの通り。うん。助立ちいたす。助立ちいたす。敵が我が領内に向かっております。講和切れた瞬間来たか。むしろ向こうも講和待ちでしたね。大谷義次、前の忠康、これはなかなか。じゃあこっちも行きましょう。まず四国軍、まず島津軍出しましょう。ああ37日間に合っちゃうのか。30日で到着するようにするには、まあ島津プラス鍋島軍で、島津鍋島中心にやりましょうか。間に合わなくなっちゃう。ちょっと中途半端なんですが、島津義弘、島津とエッサ、あとは鍋島。あれ、ここはちょっとひどいな。鍋島あれ待ってると、この6人か。まあ、いや言うて戦場上限的に大丈夫だと思うんで、一応これを舞台分けるか。善助ちゃん別動隊にしよう。祖郷城ね、23日祖郷城、まあこんな感じの舞台でいきましょうかね。お工場がね、島津義弘以外ね、いまいちな、まあいるだけマシか、いるだけマシだろ。よし、善助、豊久、義弘、鍋島プラス島津に善助ちゃんがついてきた。13,400。振り返るな進め。でそれとは別に主力を後ろから前進させましょう。黒瀬城経由でいいんで、黒田長政、東堂、あとは後藤又兵衛、これ誰だっけ、立花宗茂、加藤清正、小西行長という、なかなかそうそうたるメンバーで、黒田長政、立花宗茂、東堂高虎に加藤、後藤、ここ栗山大善かで、黒田と小西、ここもまたね九州オールスター感ありますね。九州オールスターで、島津と鍋島を抜いた九州オールスターですね。後藤又兵衛、東堂高虎、鉄砲配備持ってるのが立花宗茂隊か。
そうか、加藤清正も、加藤清正もそう遠からずな感じですかね。意外に剣豪持ちが多くて、よし、これでいきましょう。そうですね、東堂は九州じゃないですね。たまたま九州にいただけで。おっと、島津が一人。これより表情を行う策がございます。逃げ断定で、対面使い忘れないようにしましょう。これにて表情を終え。逃げ断定、舞台復帰速度上昇大、いいですね。これね、あれ？オープンになってる？難しい。今頃難しいな、これ。難しいですね。同盟を結んだ勢力が10以上って無理だし、もう。瞑想者は覚えられるかどうかわかんないし。まあしょうがない。寿命は運だと思うんで、運命だと思うんで。で、長塚で怒ってるから無理。そうですね、クキはね、昨日あのなんだっけ、昨日石田家の先方としてやってきたんですけど、倒したら降伏しました。必ずや果たしてみせようぞ。この兵じゃないや、国衆。この心だし必ずや果たしてみせよう。あ、これでいいや。よし、行きましょうか。待機する。お、勝ちは揺るぎないが出てる。じゃあいいや。鬼島津の戦、見知ったか。さすがの鬼島津。徳島城取りに行きましょう。覚悟はいいか。徳島。あ、水攻め。ほう。石田ってじゃあずっと戦争してるんですけど、うん、民中がだいぶ苦しくなってますね。民中45、平穏無事な生活。平穏無事な生活ね。徳島ならね、もう乗っかってきても大丈夫だと思うんで。行くぞ。さ、でどうしようかな。ついでにもう長塚部やってしまうか。長塚部やりましょう。やっちまいましょう。行くぞ。いい機会なんで。出陣せよ。志。おっと。果たせぬか。貴重な島津が。ん？ん？ああ、ここね。こことここ。すっごいちっちゃな国。米を買って。取引を行いましょう。ありがとうございました。だがその平穏無事な生活ももうちょっとですよ、洲本城。我が領内に敵が迫っております。吉川広家。徳島城の救援に来てるわけじゃないんだね。さあ、徳島が沈んだ。交渉は出てない。いやー、ここもね、でかい川ですね。これ何川だろう。あー、ほんとだ、舞台2つありますね。すいません、ありがとうございます。確かに、まあ島津義弘で連勝しましょう。吉野川か、かのご命令ください。さあ、同盟同盟。かしこまりました。そういえば毛利とは1年ずつしか同盟できないんでした。これ1年ずつ更新するのと、いや、あの1年ずつしか同盟結べないのって何なんでしょうね。あー、粉々になってる。かしこまった。あ、大丈夫か。
て行きましょう。我が妻、やはり天下無二のものですね。無兵精錬、待機せよ。さあここでもう長塚部に宣戦布告。こうなったら容赦はせぬぞ。よしよし、これ毛利軍を借りて突っつくってことは可能なんですが、正直毛利軍弱いからな。ああ、方策で外交有利ね。なるほどね、なるほどね。手を打ちましょう。さあ、即の借り、出陣せよ。明石、吉川広家、吉川広家。お、いいじゃないですか。手を貸してやろう。でも毛利家めっちゃ弱いからな。おっと、拍子抜けだな。毛利家のあのエース格がこっちに下ってますし、村上の2人がね、2トップっていうありさまですね。まあ弱くはないんですけど、村上どっちも。いやー、これでは勝てまい、これでは勝てまい。毛利秀元がうちに来ちゃってるんで、で吉川広家そのまま来るか。徳川石田ね、やたら多いですね、やっぱり。でその徳川と石田が正面決戦、家康が勝つ。八は揺るぎない。鬼島津の戦見知ったか。もう一ついっか。いや、一回撤退しますね。一回撤退して再編成してからいきましょう。石田三成36,900。大道寺直次。鈴木重友未だ健在。これがどうやら神鍋城を守ろうとしてますね、毛利の進軍から。で毛利家ね、弱いんだよね、正直。一番強くて84-73レベル、これは微妙。でうちの部隊帰ったんだ。あ、これより竜蔵地戦の最後の一人が、俺の策を聞いてくれ。竜蔵実戦の最後の一人が病に倒れてしまいました。これにて表情を終え。関ヶ原直前ぐらいまではね、結構毛利家強かったんですけど、急激に弱くなりますね、関ヶ原シナリオから。で、落としたばかりの徳島城、徳島に誰を入れるか。分かったぞ。三成、そういえばね、いやー、もともとその大した年齢じゃないじゃないですか。今で52歳、60ぐらいまで生きるんじゃないですか。関ヶ原のところで40ちょいなんですよね。徳島にはじゃあ、よし、これは徳島に小早川を。かしこまりました。小早川秀明を送るんで、小早川秀明のバフに番ダウンエモン武勇バフで、知略バフを、あー、島津忠長一発でいいのかな。いやー、まあこうテルママ行くか。いや、これでいっか。かしこまりました。関ヶ原の時で41歳なんですよね。
そうです、そう言われると確かにそうですね。あの小早川秀明こそあの病死、まあうん、不審死、なんだろう、不審死扱いなんですかね。不審死扱いっていうことですかね、小早川秀明は。そういえばそうですね。この志果たさずに死ねるかよ。ああ論議か。そうです、石田に滅ぼされました。また勝ちは揺るぎないか。まあこれならいいや。負け犬ども、消え失せい。そう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 、たたり殺されたってことで不審死なんでしょうね。金18,000。見たか、我が軍略を。手を打ちましょう。備中高松、進め。そうですね、徳島に入る。で、舞台出しましょう。そうそうそう、大谷がね死んでないからね、大谷が死んでないからってことですかね。改めて鍋島プラス島津軍行きましょう。この軍勢で、そのまま上洛し、そのまま大阪城まで行きたいですね。鍋島山田、鍋島、島津鍋島。これは九州臭いですね。大変九州臭い。そうか、そういう話だったら飯直政だってね。そうですよね、飯直政が死んじゃうんですよね。振り返るな、進め。そうか、そこら辺はね、ちょっとなんだろう、なんでしょう、小早川が死なないのに飯直政は死んでしまうっていう。勝った。あー、備中高松か。あ、備中高松じゃん。備中高松来ましたね。使いの者が来たようです。すっごい額来た。10万。いやー、まあ今お金いらないし、今お金いらないし滅ぼしましょう。ああ、新色もか。うーん、石田三成がちょっと警戒してますね。これは水攻めでしょう。備中高松の水攻めね、いいんですよね。ちゃんとあのシーツを反映した水攻めなんで、あと水攻めできそうな形になってるっていうね。おっと、我が妻、やはり天下無二のものですね。さあ沈んだ。いやーいいね、やっぱり備中高松城の水攻め、このちゃんと山を利用してるっていうね。いやー、多分ね、なんだろう、水攻めのグラフィックの極みですよね、これが。すごいちゃんとあの、なんだろう、そういう地形になってるっていう。ここら辺まで水が入り込んできてる。いや、これはね、これは沈みましたね。あ、交渉出てる。お師匠と備中高松城の2つがまさに水攻めのために用意された。あれ、あ、
ん？どのルートで来た？ん？あー、そういうルート。44日行くぜ。38日、むしろこうでしょう、むしろこうでしょう。お前らついてこい。志果たせぬか。ああ、四天王最後の一人が志。新色も半ば。ああ、ちょっと死にすぎ死にすぎ。ご命令ください。スクモ城の島津が死んでしまったんで、スクモ城に、もう一人の島津入れましょう。確か武勇、これこれ島津忠長、島津忠長でしたっけ、高橋常雲の城を攻めたの。そう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 、岩屋城攻めの島津忠長ですね。これはね、回戦やりましょう。で、取引を行いましょう。米を追加。ここは小西行きながら。ああ、森近か。あれー、全面降伏、全面降伏がなし、講和解除もなし。 46% 引きたい。ダバーン、ダバーン、しょうがない。これはね、城主切腹もんですね。敵が我が領内に向かっております。これか。行くぜ。14日後、29日後、わかった。16日後、1万件する。数が多いね。どんなルートだよこれ。天霧城、これ反復横跳びしたいんだけど、反復横跳びしたいんだけど、35,900なんで、46,000、31,000、戦場上限有利な位置で反復横跳びしたいですね。徳島城は城、人が入ってる。海戦やりたかったんですけど、ちょっとまずここですね。戦争になるのかな。19,000、19,000対19,000に勝って、すぐ下に行くか。相手は明石。まあこっちに下がって籠城するか。あれ、お前らついてこい。ちょっと一回下がります。徳島城は人入ってるんで、小早川秀明が守ってくれるでしょう。待機する。さあ、まずあの亀田を。これより表情を行う。多様な策はいかがでしょう。犬天霊、突然ワンワンを、突然のワンワン。これにて表情を終え。やったね。月曜。ん？場所間違えてるこれ。いや、ここですよね。あ、僕が移動したい位置か。僕が移動したい位置か。その通りだ。振り返るな。進め。で、その、あ、対面が切れてる。
軽。この志必ずや果たしてみせよう。国衆。この志必ずや果たしてみせよう。備えあれば憂いなし。この志必ずや果たしてみせよう。ちょっとね、回戦やりたかったんだけどね、完全な絶対に消耗戦になるんで。待機する。ほう。手を貸してやろう。ここは小早川秀明、頑張っていただきたい。また勝ち揺るぎないだ。鬼島津の戦、見知ったか。行くぜ。覚悟はいいか。で、連覇。勝ちを揺るぎない。薩摩へこの分、その身に刻み込め。やっぱりね、あれですね、四国は一旦取ってしまえば、徳島で迎撃できるのがでかいですね。行くぜ。これはついに合格。しかも明石。お前らついてこい。明石自身が出撃した。あ、真田五本だ。戦場で死にたかった。そういえば今回僕、なんだっけ、黒岳でやってるじゃないですか。メジャー大名はメジャー大名で面白いなと思いました。取り計らいます。さあ、やりましょうかね。メジャー大名はメジャー大名で面白いんで、いつか真田昌幸やってもいいかなと思いました。部隊数少な。4部隊。そして、ん？和歌山洲本城の部隊はね、撃破したいところなんですが、全滅狙うか。全滅狙うにはね、ちょっと兵士数が微妙ではあるんだよな。そうそう、最上だってメジャー大名の一人ですよ。まあつまり、最上とか真田とか、そのレベル。全滅は若干嫌な予感がしなくもなくもない。やるか。あれ、正面突もやりにくいな。ちょっと地形的に戦いにくいですね。まあ全滅を狙ってみるか。あ、次の部隊。いやー、どうなんだろう。釣りたい。のぶせ。そうそう、メジャー隊目はやっぱりね、使って楽しい武将が多い。と、あと固有の作戦とか固有の対名とかがあったりして、そういうところでやっぱり楽しいですよね。まあちょっと下がって戦いましょうか。よし、行くぜ。うん、いや、今回多分魚で使わないって思って。ご命令くだされ、ゲチオ。始めるぞ。ゲチオ、覚悟しておけ。覚悟してもらおう。まあなんだっけ、前武田勝頼で遊んだ時もなんだかんだでいろんな武将を使えて楽しかったんで、まあまあいろんな武将を使う目的でメジャー大名をやるのは全然ありかなと思いました。
なんかね、強いラスボスがいてくれればね、それで全然楽しくやれると思うんですよ。まあ、だって、サムは当然徳川がいます。掴みましたぞ。武田はね、やりたいんですけどね、武田の対面も使ってみたいですけどね。始めるぞ。ご命令くだされ。始めろ。次のですよ。横槍を入れろ。やりたい前へ。覚悟しておけ。お、がっぽり入りそう。敵の居所掴みました。やりたい前へ。やりたい構えよ。ご命令を。ちょっと予定変更。やりたい前へ。ちょっと予定変更して始めよ。ああ、しまった、そっちが入ってた。やりたい前へ。大将を狙ってるんだけどね。ゲチ次のです。ご命令を。やりたい前へ。鬼島逃げても無駄だぜ。覚悟しな。ご命令を。あれ、大将来ねえのかよ。大将狩りに行きましょう。始めるぞ。やりたい前へ。ご命令覚悟してもらおう。始めるぞ。前へ。よし、これは爆発するだろう。構えよ。爆発するだろう。前へ。ご命令。よし、次発動。あ、でも全滅しそうそう。あれ、ちょっと待って今。え、これ不毛よ。これ掴みました。これは不毛よ。これほどとは。今は守る。やりたい前へ。やりたい前へ。始めるぞ。始めるぞ。やりたい前へ。ご命令を。よし、これでしょ、これでしょ。息の根止めてくれよ。これで落とし穴に落としましょう。ゲチ、ちょうどいい時に。さあ、こっち来い。ご命令を覚悟しておけ。やりたい前へ。ご命令を。いやそろそろ落ちる。ゲチ、覚悟しておけ。覚悟してもらおう。あ、バカした。意地でも踏まない。覚悟せ。さあ行こうぜ。意地でも踏まないつもりか。始めるぞ。ゲチ、始めるぞ。敵の居所。よしよし。ああ、ただの怪物だ。ほらほら、これは踏んでるでしょ。やっと踏んだ。やっと踏んでくれた。お命令ください。始めろ。ゲチ、始めるぞ。覚悟しておけ。やりたい前へ。お、これは、これは逃げてる証が、そのまま、そのまま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 。やりたい前へ。始めろ。踏ます。踏まない。やりたい。踏まない。構えよ。にゃろう。やりたい前へ。好機は今ぞ。やりたい前へ。いやー、なんか敵の部隊の弾がでかくなっても当たり反対が大きくなるわけじゃないんですよね。やりたい前へ。行くぞ。攻め込め。当たり反対もでかくなりゃいいのにね。薩摩へこの部、その身に刻み込め。
さあこれで洲本の部隊も全滅したんでピロリできない。しかし38日この志果たさずに死ねるかよ。石田君、ももちゃん、さっきから実はこの顔気になってたんですよ。誰だろうって思ったら大谷家の娘。でも3部隊プラス佃、これは良いでしょう。これは大丈夫、勝てば良い。それが戦よ。しかしちょっと徐々に兵が削られてきた。残り2日さらば備中高松城。我らの勝ちぞ。長須壁を落とした、長須壁を滅ぼしたんで一回壊したいですね。で前線基地こっちに移してもう一回って感じにしたい。できればね洲本も落としたい。勝った。志果たせずか。いやあ、悪気をしたから死んじゃう。この辺りの人全部硬いんですよね。備中高松、備中松山、岡山、時間かかるな攻略に。取引を行いましょう。ありがとうございました。硬い。あ、諦めた。むしろもらっていくぜ。長須壁戦はまあここら辺で切り上げて、いざ参らん。むしろ確実に、じゃあ長須壁じゃなかった石田戦を一回ここら辺でストップして長須壁に集中しましょう。なんだろうなんだろうなんだろうこの堤防。いやきちんとしっかり水を止めてるんだけど、ああまあでもまあ堤防よくわかんないよくわかんない、なんでこうなってんのか。我が領内に敵が迫っております。これはいざ参らん。こっち迎撃ですね。12,000、8,500、覚悟はいいか。島津義弘フル稼働。これより表情を行う。多様な策はいかがでしょう。御用商人サラサラ声だ。来た来た。これにて表情を終え。サラサラ声あった。行軍速度上昇、可平時攻撃力上昇ね。ちょっといまいちだけど。月曜、さてじゃあ洲本城誰にあげようかな。洲本城を小西は今か、小西かとは今前に出てるから、稲葉、井上さんか。ああ毛利秀元、全然使ってないのは毛利秀元かな。あと森田兵が今使ってない。そろそろ毛利秀元出しましょうか前へ。ついに出番が来ました。ついに出番が来た。でここを順剣かしこまった。壊されるとは思うんですけど。はい。あ、いやここの順剣場。お、届く届く。
これでまあ迎撃して、調略は相変わらず全然ですね。石田とは壊したいんですよ。承知いたしました。使いの者が来たようです。あ、石田加工、あ、ラッキー、これはラッキー、これはラッキー。むしろ石田はなんか手を引くの早かったですね。お前らついてこい。月曜、ああ、一気か。で、ここは全然ルミンがいない。はっ、備中高松はいい感じ。はっ、下津城は農兵しかいないんで、下津城に もうあと後ろから出さなきゃいけない国は今んとこあんまないんで、井上さんかな。はっ、うん、あの民中かなりひどいと思うんですよ今。石田家マイナス30、どんどんひどいことになってきた。あとあの包囲網が終わった後もずっと徳川戦続いてて、あ、徳川戦終わったのかな。戦に次ぐ戦ですからね。石田はだいぶ疲弊してる感がある。お、ここは速攻所。天神山も超かっこいいよね。これ毎回見るたびに言うけど、ここ最高にかっこよくないですか。川の割れ目、まさに要衝ですよね。超かっこいいよねこれ。いやー、なんだろう、あのここに城がある必要性を感じられるし、いいな。だからね、ほんとね、このグラフィックでね、このグラフィックでね、合戦させてくれって思うよね。お、ここは鍋島でしょ。47。お、受けた。どうやら俺たちの敵じゃなかったな。いや、僕ね、大使はね、まだね、まだね、ほんとね、マップまだ生かしきってない、この美しさを。あの、少なくともゲームに関して言えば山城派です。あのゲーム的に言うと、ほら平城が全部コピペじゃないですか、ほぼほぼ。それに関して山城は一つ一つあの峰に沿って作られてるんで、やたら美しく感じる。まだまだね、大使はね、生かしきってない、マップに追いついてない、マップの美しさにゲームシステムがまだ追いついてない。この戦、我らの勝ちぞ。あ、滅んだ。あ、イカ加藤いいですね。いやー、ここはいや、僕ね、チョスカイモリチが好きなんですよ。好きなんで生かします、すいません。まあ、父さんどっか城あげるよ。チョスカイモリチカで、あの、戦国立志伝のイベントで、まあ、もともとほら、あの、なんだっけ、司馬遼太郎の小説、夏草の筆でしたっけ、チョスカイモリチカ。あれで好きだったんですけど、戦国立志伝のイベントでやたら好きになりました。あと、大使 PK。あ、違う、大使 PK じゃない、創造 PK の関ヶ原市のイベントと、戦国立志伝の大阪イベントで、森近めっちゃ好きになりました。ご命令くだされ。加藤は頭ですね。頭ですね。頭がいかな感じだから。だから森近は、まあ、土佐一国というわけにはいかない、土佐一国というわけにはいかないんだけど、
ここら辺やたら農兵が多いな。承知いたしました。やたら農兵が多いんでちょっと宿場町を。で最前線はしばらく天神山になるんで、かしこまった。ボールイ砦で、ちょっともう今は前線を かしこまった。準検所にしときましょう。かしこまりました。かしこまった。よし、これで、本拠地を姫路に移したいんで、次回じゃなかった、次の回戦でまだ時間あるね。もう一戦したいですね。僕ね、下手すると今日エンディングかなと思ってたんですけど、まあそりゃイカを表してる兜、さすがに見たことないですよ。手を貸してやる。イカを表してる兜があったらどんな感じなんだろう。これより表情を逆にかっこいいのかな、イカを表した兜って。あ、刀狩りいいですね。刀狩りいいな。なんとかね、姫路に帰るところまで、ね、進めたい。イカとかタコをモチーフにした兜があったらかっこいいかもしれないですね。ちょっと貯めるか。月曜。いやいや、海の悪魔ですよ。伊勢海老ベースの何かってあったっけ。やべえ、そうなんですね。なんかね、絵面が思い浮かぶんだけど、それだっけと思ってるんですけど。天神山、岡山にここは立花入れましょう。かしこまりました。岡山に立花入れて、備中高松に、森田兵、天神山に後藤又兵衛を、よし、ほう、よしよし。ホタテはね、何を表してるんでしょうね。ホタテは何を表してるかわからない。ほら、ムカデがよく、ムカデは後ろに進まないとかそういう話あるじゃないですか。ご命令くだされ。ホタテは何だろう。取引を行いましょう。かしこまりました。仰せの通りに。ちなみになんですけど、何月くらいに停戦してましたっけね。相撲当時は確か取ってるはず。また同盟切れちゃった。ご命令くだされ。毛利秀元がやっと出番が来てる。毛利秀元です。相撲当時も足軽メインにしよう。いやー、ほんとね、金収入が多くてありがたいわ。かしこまった。かしこまった。3キロは硬いですね。かしこまった。
で本当はちょっと後ろも全部ゼロにしたいぐらいなんですけど、まあ少なくともルミンだけは。かしこまった。ホタテの理由なんかわかりますか？かしこまった。カニ座かわいそうな。カニ座はね、いやでも言うほど、かしこまった。なんだろう、今考えるとキャンサーって結構美味しい敵役だったと思うんですよ。こうやって今でも話の話題に上がるし、なんだろう、かしこまった。ちゃんと目立ってたんだ、敵役として。でも当時はね、情けない敵役としてね、目立ちすぎましたね。志、空気の敵役よりはいいんですよ、各種シルバーセイントよりは。これより表情を行う。これにて表情を。僕ね、お羊座ですよ、4月生まれなんで。お羊座はね、比較的優遇されてるんで、比較的まだマシな部類なんで。来島、形でない、伊予松山、いかにもそれっぽいですね。ムーはまだマシでしょ、まだなんか、ほら味方サイドだし。空気吉高がいよいよ倒れますね。いやー、セイントセイヤネタはね、今でもね話せるっていうのがね、やっぱ記憶に残ってる作品ですね。今でも話せるってやばいっすよね、よく考えたら。いや違う、これただの世代の話、世代の問題か。20年後は20年後で、似たような世代が集まって多分今のアニメの話してると思うんですよ。あ、そっか、僕毛利と更新してないのか。ごめんなさい、モーリとの更新忘れてた。危ない。かしこまった。お、石田を撃て、来た。いいじゃない。いいですね、これはいいですね。ご命令くださる。さあ、姫路に入りましょう。行きたいけど、一旦蘇合城に集まって、あ、森近を、あ、まあまあいいや。前線を置いといて、あ、ここの山田くんが確か死んだんだっけ。しまった、ここ入れてなかった。小早川ちょっと浮いてるな。こんな感じの結局東軍。確かに一周して東軍になっちゃった。これ鍋島。さあ、鍋島プラス島津軍、長寿院使ってあげたいですね。山田より長寿院にするか。ところで長寿院ってうがち抜けなんだ、彼も。よし、島津鍋島、いいですね。たっぷりで。いや、この鍋島率、鍋島5人か。
鍋島ファイブ。行きましょう。お前らついてこい。蘇郷城に集結して一気に姫路行きましょう。村松殿が奮闘し福島正則を破る。まだ健在増収院。ライデン、ライデン東に行ってますね。戦場で、おっと、死にたかった。干ばつか。これより表情を行う。今回は対面多分いっぱい使うと思うんで、またこれにて表情を終える。先方提案かな。製鉄砲。いや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 、先方鉄砲攻撃力で上げましょう。ご命令くだされ。回線がね、回線がね、もう少しね、まあ、たまに使い道あるんですけど、基本回線がね、出番ないですからね。我が妻、やはり天下無二のものですね。それに回線に関して言うと、三国志十三が偉大だったな、偉大だったなと思います。我が妻、やはり天下無二のものですね。三国志十三って回線の必要性すごい高いじゃないですか。待機する。まあ海戦っていうか、海戦っていうか、なんだろう、水上戦が。お前らついてこい。お、久々に。ご命令くだされ。61分。立原さんか。立原もね、やたら有能ではあるんですけど。大谷桃、前田青ちゃん、大谷桃ちゃん、同じ顔、大谷桃&前田青。なるほど、量産型です。あとガラシャ。どんな舞台だよ。どんな舞台だ。見事に顔がかぶりましたね。取引を行いましょう。まあうちの国に来たらね、ただでは済まないんですけど。そうそう、水際の要衝でぶつかるとね、水戦扱いになるってのは確かに僕もそう思う。三国志十三は割と それですよね。水際でぶつかるともう水上戦になっちゃうみたいな。おっと、そうか、ガラシャも生きてますね。あ、今回は足軽精錬ですね。この志必ずや果たしてみせよ。足軽精錬、国衆将兵。いやー、黒田対面強かったな。必ずや果たしてみせようぞ。備えあれば憂いなし。この志必ずや果たしてみせようぞ。スペック的になんということもないな。じゃあ罠ばらまいて戦いのゴングを鳴らし、ドラを叩き、あとは柵を打って
ああ釣りの伏せを使いたいな。釣りの伏せを使いたいな。ああ普通に場所がダメなのか。普通に場所的に釣りの伏せ使えなかった。おとりはじゃあ。長寿院がよし。黒田編はねむしろ嫁をあげた立場でしたね。鍋島さんについてこい。月曜始めるぞ。さあ行こうぜ。ご命令覚悟せよ。ご命令覚悟せよ。始めよ。始めろ。ゲチュ覚悟しろ。さ鉄砲隊整列で。このままだ。ニャッハッハ。隠れたつもりか。油断大敵だぜ。おお射程距離長い。あああんなとこに置けたのか。これはちょっと敵の数が多いんで別動隊派遣して壊してきますね。覚悟しろ。ご命令を入れよ。引っかかったな。これが釣りの伏せよ。いやーガラシャが生きてても結局嫉妬も炎が常にメラメラしてて心穏やかじゃないと思いますよ。生きてたら生きてたらね、またあいつ魔男と会ってんじゃねえだろうなみたいな。敵の居所つかみましたぞ。やりたい前へ。これほどとは。敵の居所つかみましたぞ。采配采配。奮闘鬼しまるか。ご命令ください。覚悟はいいですか。地獄に行きたきゃ一人で行きな。叩き潰せねえ、忠興、ね、なんだかんだでどうやってもぶち切れてさ。あれご命令。じゃあ大使無印っぽく始める。横から打ちで。ご命令覚悟せよ。やりたい前へ。覚悟はいいです。やりたい前へ。やりたい構えよ。めっちゃ無印っぽい。夫人ご命令。ゲチオ無印夫人始めるぞ。やりたい構えよ。やりたい前へ。さめっちゃ十字砲火ですけど、なんかああバカってた。まあしゃがない。なんかうろうろフラ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 してますよね。進みたいけど進めないでフラ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 してるにします。身の立ちいらず見せてやるよ。覚悟はいいですか。覚悟せよ。ああこれが射程に入ってない。ご命令。じゃあまたポジションをちょっと調整しましょう。ご命令覚悟せよ。なんか結果的に一つの塊になって下がってきましたね。覚悟しておけ。さあ行こうぜ。始めるぞ。ご命令ください。届く全部だぞ。全部だぞ。やってやるぜ。覚悟せよ。横槍を入れよ。めっちゃ十字砲火やで。やりたい前へ。やりたい前へ。そろそろ着いたかな。もうちょっとです。ゲチを全部壊していこう。足軽隊無理やり接近してたの。じゃあ鬼しまう。多分ルーチンとして攻めたいっていう気持ちと鉄砲の射程から逃げたいっていう気持ちがごちゃごちゃになってよくわからない動きになってるんでしょうね。ご命令覚悟してもらおう。覚悟せよ。ご命令を
始めるぞ。攻めましょう。覚悟はいいですか。おっと、奇跡です。ご命令ください。始めろ。攻めましょう。覚悟せよ。始めるぞ。やってやるぜ。かかれ。ひと塊に、ひと塊になってしまって、もう撃たれ放題。あ、雨か、雨か、やだな、雨やだな。ちょっと下がろう。始めろ。始めるぞ。こっちの陣地に引き込みましょう。敵の居所をつかみましたぞ。始めるぞ。ご命令。覚悟せよ。負けてやる気はさらさらねえぞ。おっと、前突。叩き潰せ。では鬼します。命令を始めるぞ。おお、全部こっちだ。覚悟はいいですか。覚悟はいいですか。やりたい。めった打ちにしてる。向こうが最後の賭けに出てきました。覚悟してもらおう。ゲチ、向こう賭けに出てきた感がある。やりたい、前へ。足軽隊、前へ。位置が微妙に悪いな。じゃあ鬼しまう。逃げても無駄だぜ。一旦引きましょう。覚悟してもらおう。ついに敵軍の崩壊が始まりました。一旦引くか。今が好機。引こう。始めるぞ。その首この手でいただくとしよう。やりたい、前へ。まあしかし、なんだかんだ結構被害が出てきます、こっちも。我らが。ゲチよ。始めるぜ。やりたい、前へ。ゲチよ、覚悟しておけ。仕方ねえ。一旦引くか。ちょっと始末のシステムの位置が悪かったですね。やりたい、前へ。やりたい、前へ。一旦引く。再び鬼島。一旦引くぞ。やりたい、前へ。当てろ。覚悟しろ。引くしかないよ。やりたい、構えよ。覚悟しておけ。これは大将が先に落ちるかな。始めるぞ。よしよし。一旦引くぞ。いやー、綺麗さっぱりな包囲戦でした。いやー、鉄砲隊気持ちいいっすね。これだけ揃えると、さすがにこれだけ鉄砲隊がいると。鬼島津の戦、見知ったか。まあしかし結構減った。包囲網の標的撃破、なんだかんだでこっちも被害ありましたね。新城、また微妙な。かたじけない。姫路ピロリするかな。お、ピロリした。むしろもらっていくぜ。行くぜ。神吉城、覚悟はいいか。あ、ピロリ。もう終わりか。拍子抜けだな。かたじけない。集結してる。しかしあれですね、思ったより、石田の武将が分散しきっちゃってて、結構ね、石田軍がぬるくなってますね。石田がぬるいな。まあこれ今回はあれですね、姫路城に帰って多分石田も多分大したことないと思うんで、これはここでエンディングでもいいのかなっていう気がしました。歓喜城か、これ
換気場ですね。ありがとうございます。まあちょっと霧がいいんで、多分ね、あ、これもう一回続けても、あの石田に勝ち続けるだけだと思うんで、特に工夫もなく、この姫路城に帰ったところでエンディングにしましょうか。九州オールスター率いて。そんなわけで皆さん、これにて黒田編終了ということで、長らくのご視聴ありがとうございました。明日からね、ちょっとまた何かやろうと思いますんで、その時はぜひよろしくお願いします。そうですね、家に帰るまでが、無事姫路城に帰って、まあ姫路城に帰ってエンディングとしましょうか。はい、そのわけで、ご視聴ありがとうございました。この後三国志 13PK のはしごに入りますんで、はしごされる方は引き続きよろしくお願いします。それでは一旦放送閉じます。皆さんお疲れ様でございました。